このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は年長組では体操遊びを行いました。毎週火曜日に行っている体操なんですけれど、次の火曜日ですね、9日が振り替えとして今日行っていきました。いつもは高松先生に来ていただいているんですけれど、今日はまた別の先生の栗原先生に来ていただいたんですけれど、子どもたちもとても今日を楽しみにしていたみたいで、また内容は変わらないんですけれど、違う雰囲気の中楽しく笑顔で参加している姿がたくさん見られてとても嬉しかったです。体操遊びが終わった後は給食をすぐいただいたんですけれど、10月31日にはハロウィンがあるので、お弁当の中にお化けのものだったりとか、かぼちゃのおにぎりが入っていたり、友達とこう見せ合いながらとても楽しく食べている姿をたくさん見ることができてとても嬉しかったです。また明日の給食なんですけれど、ハロウィンメニューということで子どもたちもとても楽しみにしていますので、私もとても明日が楽しみになりました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。